アルゼンチン代表 FW リオネルメッシ、パリサンジェルマンが、カタール W 杯準々決勝オランダ戦後、ライバル選手に、何見てんだよ、バカ野郎、とらしくない暴言を吐いた際の舞台裏映像が公開された。この試合では、アルゼンチンが PK 戦の末オランダを下し4強入りしたが、計18枚のカードが乱発される遺恨マッチとなった。試合後、メッシはインタビューを受ける前、後方に、何見てんだよ。バカ野郎、あっちに行けよとまくしたて、騒動に。後にオランダ代表 FW ワウト・ウェフホルスト、マンチェスター・ユナイテッドに対しての言葉と発覚。ウェフホルストは、彼と握手をしようとした。選手として本当に尊敬しているが、手を払いのけられたんだ。リスペクトに欠ける、と主張していた、イギリスメディア、トークスポーツによると、この時の生々しい映像が、FIFA 国際サッカー連盟テレビが制作した2022年カタール W 杯の公式ドキュメンタリーで公開された。ロッカールームへ戻る通路で、ウェフホルストはアルゼンチン代表 FW ラウタロ・マルティネス・インテル・ラト口論に。その後、オランダ代表 FW は壁際に立ち、こわばった表情で、睨むようにじっとインタビューゾーンにいるメッシを見つめていた。トークスポーツによるとメッシも1月、緊張感があり、自然に出てしまった。試合中、この選手と他の2人の選手といろいろなことが起きていた。それが自然に出てしまった。このシーンは好きではない、と語っている、貴重な映像なのは間違いない。